無人の世界。この話を友達にしたら、米国の有名人の体験談を思い出したと言われました。賑わっているはずの空港に行くと、自分以外誰もいなかったという話らしいのですが、友人は詳しく覚えていないというので、誰かわかる方いたら教えてください。それで私の体験談ですが、2年前の出来事で、当時は看護師をしていました。今は派遣事務の仕事に就いていますが、我ながらよくあの殺人的なシフトをこなしていたなと感心します。17、8時間の拘束は当たり前の世界ですから。その日は2交代勤務の日勤でした。朝7時半ごろ、いつもの通用口を通ったのですが、院内が不気味なほど閑散としていました。人の気配が全くないのです。いつもなら朝食などでバタバタしているはずなのに。私は更衣室に向かいましたが、同じシフトの同僚すらいません。携帯で連絡をしてみると、電源が入っていないか、電波が届かないというメッセージが流れます。とりあえず、引き継ぎのためステーションへ行こうと思いました。が、その途中、職員どころか患者さんまで見当たらないんです。それまでこんな異常事態に遭遇した試しがなかったので怖くなりました。とにかく誰でもいいから探そうと思い立ちましたが、むやみに歩き回るのも恐ろしく感じて、内線電話の受話器を取りました。しかし、ツーという発信前のダイヤル音さえ聞こえないんです。軽くパニクっていた私は、もう一度自分の携帯で片っ端にかけようとして、取り落としてしまいました。慌てて拾い、携帯の待ち受け画面を見ると、実家の番号が出ており、迷わずダイヤルしました。いつも聞いているあの発信音が聞こえた時には、涙が出ました。ガチャッという音とともに、私はまくし立てました。もしもし、お母さん、私。あんた今どこにいるの？三角さん、同僚から連絡あったわよ。病院から時間になっても来ないから、もしかして事故にでもあったんじゃないかって。それを聞いて、私は力が抜けたというか、腰が抜け、その場に座り込みました。そして、ゾッとするようなものに気づきました。それは、先に携帯を落とした場所にバッテリーが落ちていたんです。バッテリーもないのに、母と会話をしたんです。携帯を投げ出して、どこに向かうでもなく、私は逃げ出しました。どこをどう走ったのか覚えてません。が、通用口近くまで来て、一歩も前に進めないほど疲れ果て、中腰の姿勢のまま息を整えようとしました。あともう少しで外に出られるのに、どうしてそこで休もうとしたのか、未だにわかりません。私は、ふと顔を上げました。目の前には壁に設置された姿見がありました。しかし、よくよく見ると、鏡に映っていなければならない私の姿がなかったんです。そこで意識を失いました。目覚めたとき、私はステーション内のソファーの上にいました。周りはいつもの活気ある職場です。私が最初に連絡し、自宅に電話をくれた同僚が言うには、通用口近くで私は倒れていたらしいんです。不思議なのは、それを彼女に教えてくれた方がいたのですが、どうしても、思い出せないと言います。実際彼女はその人を見たのに、どんな顔だったのか、どれくらいの身長だったのか、性別さえも思い出せないのです。その同僚に私もいろいろ質問されましたが、私の身に起きたことを裏付ける確たる証拠が挙げられませんでした。投げ捨てた携帯電話や、更衣室のロッカーに入れた所持品が、何もかもなくなっているからです。それに私の見た大きな鏡さえもともとないのですから。お母さんに電話した事実はあったの？ありました。でも、携帯の請求書に記載されている通話記録には残ってませんでした。私は怖くて聞くつもりはなかったんですが、帰宅するなり母がその話題を振ってきましたから。同僚が自宅に電話したことも事実でしたよ。病院から。しかも私が手にした電話だったから。余計びっくりです。あまり時間的差はないと思うんですけど。同じ空間にいたわけです。